勘弁してやる。なんという屈辱。戦界の連中など押しつぶしてしまえ。せえ。さて、怪物指南の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いてしんぜよ。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。誠実に。すげえ、なんだありゃ。鳥か、それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ。世界の神がこの地に介入したことで現れたという。浮かれるな。油断は敵ぞ。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。何たるよ、異国にはかかる武者がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒、誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。サジ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろである。よすがを求めておる。すなわちひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今ひとつ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。大きな戦力には違いないが、具合はどうなの。種類によって姿形も違うようだな。火炎の葉、翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種。さてはサジ、怪物の力を試すためにわざと孤立し敵をおびき寄せた。砦を突破した。余勢を借り、この力敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがよ。怪物ソボリトイ、よくやった。素晴らしい働きだ。その羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂がぜと叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。柔らかい。寡黙の武者よ、気に入った。
けは取らぬ。撤退するしかない。大したものだ。その分まことに心強いと。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、静寂、魂の声すら届かねえ。相棒、わしの言うことを聞きやがれ。見たである。あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるの自分だけだと思うの。しゃあ、向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば恐怖。心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるわけさく、奴らを殺すには先ほどのような。さすがは周方、怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。元来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。行くよと。浮かれるな。油断は敵ぞ。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ、シュウ。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。大したものだ。その分まことに心強い。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。だが、お前なら持ってる気よ。違うか。心強い。そなたこそ真の三国無双と言えよ。さて、小生の怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち、突破口を開きたまえ。
最後の切り札をお目にかけよう。あいつを手なずけていたと。いつの間に。は取らぬ。同じ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び、確かに届いた。シュウ・ヨウヘイ、小生、サジと申す。悪雷転移。シュウ・ヨウヘイ、奏でよう、聖絶。